今日は偏差値45だった僕が1ヶ月死ぬ気で頑張ったら成績がどのぐらい伸びたのかを紹介したいと思います。今日紹介するのは7月と8月に受けた兄弟模試と共通テスト模試の合計4つです。じゃあまず共通テスト模試から紹介したいと思います。1ヶ月前の成績がこんな感じで、リーディング79、リスニング45、国語132、数 1A 68、数 2B 48、日本史 B 70、世界史 B 58、理科基礎64でした。で、判定なんですけど、こんな感じで、いい判定でした。で、8月に受けた模試がこんな感じです。結果はこんな感じで、英語79、リスニング92、数 1A72、数 2B75、国語165、物理基礎20、科学基礎31、日本史 B85、世界史 B70 で、総合が689点で偏差値が 70.5 でした。志望校別の判定は、京都大経済学部が新判定で、学部内順位が554人中191位で、定員が180人なんで、まだ足りてない感じです。京都大法学部は B 判定で、法学部は定員が300かな?まあ定員には入ってます。で、大阪大学は B 判定、神戸大学は A 判定です。で、同志社大学も A 判定でした。こんな感じで1ヶ月で総合点が約130点上がってるので、1ヶ月頑張った成果が出てすごく嬉しいです。次に1月に受けた兄弟模試の結果を公開したいと思います。英語150点中80点、国語28点、古文は0点で、数学は4点、日本史 B は61点で、総合が173点で偏差値が 45.7 でした。で、判定は E 判定で、学部内順位も下から30番っていう相当悪い点数です。去年の合格者 の成績分布を見ると、僕の点から受かった人は1人ぐらいしかいないので、だいぶ絶望的な状況です。で、7月の兄弟模試を受けてから1ヶ月後にある8月の兄弟実践のために1ヶ月本気で死ぬ気で頑張りました。どれぐらい頑張ったかっていうと、毎日7時ぐらいに起きて12時ぐらいに寝る生活をしてたんですけど、起きてる時間は最後の1時間以外はほとんど机に座ってて、1日12時間から13時間をやっていたと思います。で、その結果成績がどうなったのかというと、英語が150点中100点、数学150点中68点、国語150点中57点、日本史は100点中64点で、合計が289点で、学部別の判定が、第一志望経済学部が C 判定で、B 判定まであと7点でした。数学で1個めちゃくちゃもったいない計算ミスをして8点ぐらい落としちゃったので、そこがなかったら7点あったから B 判定になったっていうことです。で、前回の模試の総合偏差値は 45.7 だったんで、約15ぐらい1ヶ月で上げることができました。夏休みに勉強してるときは全然伸びてる気がしなくて、できるようになってるのかと不安になりながら毎日やってたんですけど、まあ結構総合点でも173点から289点になったので、110点20点ぐらい上がったので良かったかなと思います。で、まだ C 判定で全然 A 判定とかじゃないんですけど、正直めちゃくちゃ嬉しいです。こんな感じで1ヶ月本気で頑張ったら成績を大幅に上げることができたんですけど、僕自身も成績がずっと良くなくて、いい判定ばっかりで
志望校を下げようかとかずっと悩んでたんですけど、やっぱり志望校を下げたくなくて死ぬ気で頑張ってた結果が出てきたので良かったと思います。これからも数ヶ月後には共通テストがあったりするんですが、その結果とかも上げていきたいと思いますので、チャンネル登録お願いします。ではさようなら。